アトリエ木馬は日本最大級の一枚板専門ブランドです。一枚板とは、すべて原木を世界中から仕入れ、一つ一つ丁寧に仕上げ、ダイニングテーブルとして家具のご提案をしています。何百年何千年と生きてきた木を、縦にスライスをして一枚一枚の材料にしていくっていうのが一枚板になるんですけど、木を切るときに切る部分によって、木目が違う、木目が違うイコール表情が変わっていくんですよ。形、色、何をとっても世界にたった一つ。それらの素材の力を最大限引き出すのがアトリエ木馬の特徴です。世代を超えて愛される、そんな素敵な家具です。日本だけじゃなくて世界中の木を取り扱いさせていただいて、それを大川の職人さん皆さんが魂を込めて情熱を持って、磨き上げて作っていく。アトリエ木馬では12メートルの一枚板まで作ることができて、海外の木だといろんな色の木があるんですけど、柄や表情全く違う木、さまざまな木を取り扱いさせていただいているので、それだけニーズに合ったご提案というのがさせていただくことができます。大川はもちろん家具産地なんですけど、このアトリエ木馬の一枚板は乾燥そして加工で販売まで一貫してこのやってるっていう、それを大川っていう地だからこそできてるっていう部分もあるので、それは非常に木馬の強みになってるんじゃないかなと思います。どこのセクションにおいても誰がどのように作っているのかっていう工程を全て把握しているんですよ。材木製材において一番気を使う、慎重になっているのはやっぱり製材ですね。ノコを入れる角度ですね、それをまず決めます。レーザー合わせてですね、一発目のノコ入れが一番重要になってくるので、経験もまず必要ですし、想像力がないとできないですし、種類によって全然違います。ダイニング用だとやっぱり100種類近いでしょうね。常に丸太を見ていないとやっぱりなかなかできない。乾燥はですね、転換で最低2年以上外に置いて、雨に打たせて、雨が乾くと同時に中の水分も一緒に抜けていくからですね、それの繰り返しでどんどん中の含水率が落ちていくんですよ。木によって違いますと、あと製材する厚みによっても違いますし、そのあたりはやっぱり経験と知識と、それから場合によっては乾燥機に入れたりですね。うちの乾燥機はですね、低温乾燥でバイオ乾燥って言ってですね、40度ちょっとぐらいでですね、じっくりこう乾かす、非常に気には良くてですね、仕上がりも良くて、ツヤも結構出やすいですね。時間はかけてですね、管理をずっとやっていますね。お客様の方にですね、より良い材料、より良い製品ですねをお届けする、一番最初の段階としてですね、最大限ですねできることをちょっとやっていきたいと思ってるんでですね。木馬の一枚板を作る職人さんたちはもう一人一人がアーティストなんですよね。お客様と工場を最短で結んでいるからこそ、お客様の反応をいい部分も悪い部分もスピーディーに工場に戻すことができるんですよね。いかにお客様に安心してお使いいただける環境を整えられるか、そこに一番アトリエ木馬としては取り組んでいて、積極的に工場への設備投資を行っているんですよね。カットする寸法を決め、営業と決めてですね、切ってですね、それから高周波プレスにかけて水分を均一化するために80度90度ぐらいまで熱が上がりますと、木の中の繊維が柔らかくなってですね、出したやつをコールドプレスで押さえて、高周波プレスを導入する前はもう反ったやつをそのままかけてたんですよね。やっぱり反りがあるとその分材が薄くなります。伸ばす方の高周波プレスは九州にはうちだけ、約2ミリぐらいずつ表面を削っていきます。でそれからもうみんな手作業に入って、で研磨が終わると塗装になります。塗装はですね、3種類うちはやってます。透明度の高い塗料を使って、自社で開発している塗料になるんですけど、木の元々の形であったり色をそのまま残すというところが一番難しく、最後の仕上げ塗装はもう経験がないと、世界に1枚しかない板なんで、それはこだわって人工的にならないように仕上げていきたいと思ってます。特にこういう耳とかはですね、自分たち耳と言ってますけど、皮の部分はですね、やっぱり自然の風合いを残してですね、仕上げていきたいと思っています。
大川という地でそれぞれ全く違う一枚板の個性を引き出すために工場の職人アーティストが一つ一つ丹精込めて作っていく、その魂も含めて届けるのが僕たちギャラリーのスタッフの役目と思ってますんで。木馬の商品力の高さに感動されるお客様って非常に多いんですよね。一枚板に触れると皆さん自然と笑顔になるんですよ。こんなに板が並んでるのが初めてで、お店の方がすごい板の木目のことだったりいろんな種類のことをすごいお話ししてくださって、でそれですごい私もなんかどんどん引き込まれて、なんか一枚板が家に来てから料理をすることが楽しくなって、テーブルに並べて今だったら松ぼっくりとかも置いたりして季節を楽しんでいるなっていうのが実際のところで、今はい、なんか一枚板が来てもう毎日が本当楽しいな、楽しんでるなって思います。何百年何千年と生きてきたその生命力が一枚板の魅力なんですよね。でそこがまあぬくもりっていうふうに僕たちは表現してるんですけど、光沢というか、そういったところがすごく気に入ったね、うん、もうやっぱりここにいる時間が長いですし、こうずっと触って気持ちいいって無意識のうちに触ってるんで、うちを引っ越すにあたってダイニングテーブルを家の中心にしたかったので、これどうしてもなんかその存在感があるテーブルが欲しかったので、すごいこの1枚に出会えてよかったと思ってます。ありがとうございます。ずっと待っていたというか、見た瞬間にうちに来ることを待ち望んでいた木なので、そういった意味では来てくれて本当に嬉しいなというふうに思っています。一目惚れ、完全一目惚れです。その日に即決しました。はい、家内もすごく喜んでましたし、我々アトリエ木馬では様々なスタッフがいますので、どのようなお客様がいらっしゃっても本当に安心してご購入いただけるように接客させていただいております。自分が 3D と担当させてもらってるんですけど、お客様の頭の中のイメージっていうのをこう形にするっていうのが一番伝えやすいかなと思っていて、お部屋に置いた時と の違和感の誤差とかがないようにしてます。ご納品の時に板にリボンを巻いてちょっと奥様にプレゼントしたいということで、後々お話を聞くとその日が結婚記念日だったんですね。奥様に、その板のリボンのついている胸をお伝えするとちょっと泣きながら喜んでくださって、お客様の家族になったような気持ちで温かみとかを伝えれるように、提案する側ではなくて一緒に選んでいって、お客さんに対して本気で向き合う、ロータイプにしたり絨毯を引いたり椅子を変えてみたり、イメージがつきやすいように心がけております。気に入っていただいたものを、ご自身のご家族の一員として迎え入れていただけるような、でそれを一生大事に使ってもらえるように、お客様の元に行ってから一枚板がどう育っていくか、お届けした初日がスタート日だと思って、しっかりお客様のところにアフターフォローの方にお伺いさせていただくことっていうのもできますので、それもアトリエ木馬のギャラリーの強みかなと思っております。フラッと来てもらって、フラッといいものを見つけてもらえると嬉しいですね。やはりこのぬくもり触り具合を気軽に体験していただきたいですね。絶対お客様が気に入る一枚をご提案できると思います。たくさんギャラリーございますので、お近くのところにぜひお越しください。一枚板ってすごい存在感があるので、そこにパッと花が咲いたような自然と人が集まってくる空間になるんで、我々のメッセージとしては家族の団らんの場所を作りたいと思っています。一枚板って千年家具って呼ばれるぐらい使っていくうちに色が変わってきたり艶が出てきたりするんですよ。お子様からお孫さんまで分かち合う、飽きが来ないもの、本当にかけがえのない存在になっていくと思います。やはり常にチャレンジ精神を持って業界のリーディングカンパニーとして新しいことに次々にチャレンジしていきたいと思っています。これだけぬくもりを永続的に届けられる商品っていうのは他では絶対体感できないと思います。ぬくもりを世界中に届けていくっていうのが僕たちの使命だと思ってるんで、それが僕らのアトリエ木馬だと思っています。